小野和人と申します。1977年3月に東京で生まれ育ちました。ホテルで数年間勤務した後は今は観光系の専門学校で教員を行っています。担任している学生にボランティアをさせるために他の教員から紹介してもらったのがゴールボール、約9年ぐらいになります。学生にボランティアさせた時にはまでは全く正直で競技名すらも知らなかったんですけども、実際に生で見てみた時にもう単純にこんなに激しいスポーツがあるんだっていうところと、それから非常に知れば知るほど戦略的なものであるとか非常に複雑な戦略を練って行われているスポーツなんだなっていうところが、知れば知るほどそののめり込んでいってしまいました。選手たちの練習にはプレイヤーとして参加したことがありましたし、そのまま選手たちからは一緒に大会出ないかと誘われて、自分自身でも出場したことが一度ありました。選手のボールを練習中受けている間にですね、あばらを折ってしまったことが大きなきっかけなんですけども、そもそもゴールボールでを通じて選手たちに何か役に立ちたいな、役に立てればいいなと考えていたんですが、自分自身が選手として続けることよりも審判という道を取って、そこから選手たちに何か役に立てることができればいいなと考えたからです。少し前までは東京パラリンピックに正式なスタッフとして選ばれることを目標にしてきました。嬉しいことに、その一つ目標が達成できたというのもあります。次回はまた今度は正式な今度はレフェリーとして審判としてパリのパラリンピックに目指していくことが新しい目標です。どうもどうもありがとうございました。今後も活躍応援しておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。